松平より樹松平よりことぶき12月10日、昭和19年9月13日は、明治から昭和にかけての家族。旧高松藩主、松平来草の八尾。母は聖千一横、妻は徳川秋武の娘秋子、第10.11代貴族院議長、第8.10代大東文化学院総長などを歴任した。 学習院高等科から奥間重信に傾倒し、東京専門学校法語法律科卒業後、明治41年に貴族院議員に列して以来、一時中断を挟んで30年以上に、わたって議員を務めた。会派は、不祥会公員クラブ研究会。また、教育者としても活動し、本郷学園級生本郷中学校を設立、文部領土のエリート教育を目指す。 本郷区教育長も務める。昭和11年の日本競馬会発足に際しては、初代理事長を務め、日本の競馬発展に寄与した人物でもあった。昭和8年、貴族院の正副議長は、公爵、公爵が就任するという慣例を破って、副議長に就任し、4年後には、議長のこの絵踏み丸の内閣総理大臣就任に、伴い、議長に昇格する。 第8.10代大東文化学院総長を務めた。議長在任中に死去し、君位等局実大受賞に除せられ、貴族院総が行われた。盆栽を趣味としていて、熱烈な愛好家として知られていた。昭和9年に国風盆栽会を設立し、初代会長に就任。日本で最も歴史のある盆栽の品評会である。 国風盆栽店の設立と開催に寄与した人物でもある。また、盆栽の中でも小鉢の品を集めて、棚飾りの妙を演出する商品盆栽という境地を開いた先駆者であることでも知られている。ありがとうございます。